学生の頃から、まあ、僕はアートとか勉強して、アートや音楽を勉強してるわけではないんですけれども、学生の時から友達とこう何かこうアート音楽映像を作ったりしていたので、そのな自然な流れで、うん、来ているというか、特にこう何か意図的にアーティストになるためにというわけではなく、こう友達とシェアしたり、なんていうのかな、サプライズやプレジャーをこう共有するというか、その自然な流れで来ていると思います。テクノロジーとか、まあ、技術は僕にとってはすごく重要というか、その、まあ、ツールとして必要なものなのでになるので、それに付随する例えば、映像を喚起するような音だとか、なんていうのか、そのオブジェクト、音や映像のないオブジェクトにしても、もともとオーディオビジョンから出たアイデアをそのままスカルプチャーに移しているので、オーディオビジョンが自分の軸にはなっていると思います。テクノロジーもアートの一つというか、人工物の一つなので、自然とこうアート、テクノロジー、人工物のこう共生というのは多分人間がずっとずっとこう求めていることなので、それもアートの世界では多分一緒だと思うので、なんかこう美しい形で、うまく共生さ、できるような作品を僕も作りたいと思ってます。シンは2005年に始めた CMBC というコンサートのセカンドバージョン で、まあ、セットアップとか全部、その前作と全て同じ で、今回のSeditionにはそのシンからモジュールを取ってでリモデルして、すごい短い作品として提供させてもらいました。憧れというか、そのフィジカルに何か持つことに対しての憧れというか、そのずっとデータベースでやってるので、形のないものよりは形のあるものに何かこう強く惹かれるものもあります。今はオブジェクトを作って、去年の段階から試作というか試して作っていて、それは 3D プリンティングで、昆虫などをこうスキャンして、それを、大きなスケールに、リモデルするというか、その作品を作っています。まあ、僕は日本人なので、無意識の内で、無意識に日本の美意識というか、そういうのを多分たくさん受けていて、特にその間の取り方とか空間の持ち方とか、特に日本庭園とか、ああいう、なんていうのかな、特に全意識はしていなくても、そういう時間や空間の、作り方っていうのは多分に影響が出ると思います。特に野口さんの言葉で、自然が許してくれる過ちっていう言葉があるんですけども、それにはすごく大きな力を感じるというか、そこに大きな意味は感じます。そうですね。まあどん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 全て何かこう決まったことはないので、そのコレクションの方法もどん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 変わっていくだろうし、その今はまあデータで持ってますけど、それ自体も多分もっともっとどん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 発展していくと思うので、そうですね、どんどんフォーマットは変わっていくと思います。まあ音楽にしても映像にしても、そういうふうにデジタルでディストリビューションするのは、まあ今の流れで言うと当然というか、そこからもっと広がっていくとは思いますけども、そのフォーマットのイニシアチブとしてはすごく美しい形だなと思いました。